これ、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 これを飛び越えるんだ、これを。ちょ、方向が違うよ。エポナー。え、エポナーやい。とね、あの、ねえねえねえ。あ、違う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 。ちょっとおとなしくして、おとなしくして。じゃあおとなしくしてね。あなたに誰だ？なんか料理してるっぽいけど。ちょ、あなたに話が、こっちじゃないんだ。あ、これか？え、違う違う、ちょっと待てって。全然動いてくれねえし、ちゃんと。違うって違うって違うって。これじゃあレースは無理かな。ちょっとやろうかなと思ったんだけど。よいしょ。はっ。ふふ、また来たね。僕の記録に挑戦してみる気になったかい？一回だけやってみる。へえ、ここでもお金かよ。そうか、残念だね。気が向いたらいつでも来なよ。ということらしいから、ちょっとさっきの行商人さん、いや、あなた初めて見る顔ですね。はじめまして。私、この大きなカブトムシのリュックがトレードマークのテリーと申します。こんなご時世にも危険を顧みず、旅してらっしゃるあなたのために、私、一押しの虫たちや食べに欠かせない役立つ商品を売ってます。虫も売ってるんだ。もしルピーにお困りでしたらお手元にある不要な品の買い取りもいたします。宝石とかはいい金額になりますよ。お持ちでしたらガンガンお売りください。あなたはどちらなさいますか？売ります。何を売っていただけますか？何を売ろうかな。あ、ボコブリンの牙。ボコブリンの牙を全部売ります。うん。もう合計80ルピーやったね。あとは、この辺、あ、リザルフォスの角か。これ、ケースの羽も、全部売ります。12ルピー、イェーイ。ありがとね。次もよろしくお願いいたします。どうもどうも。よし。じゃあ、再び。違うって。歩き出すな。よし。じゃあ挑戦してみます。じゃあ参加料いただくよ。20ルピーだ。払います。さあ、頑張ってくれよ。こんな調子で、記録を抜けるとは思えないけど。まあまあまあ、試しにね、一回。さあ、競技の説明をするよ。この草原をぐるっと一周、障害物を飛び越えながら馬で走るんだ。ふんふん。障害物は10個ある、10個ある。すべて飛び越えなければゴールはできない。飛び越えたらここに戻ってこい。そうしたらゴールだ。馬から降りたら失格さ。これは当然だね。この競技の難しいところはね、早く走るだけじゃダメなところなのさ。障害物を飛ぶにはゆっくり走って、馬を正確にコントロールすることが重要なんだ。良い記録を出したら、僕の自慢の馬装備をあげるよ。まずは1分30秒目指すといいよ。僕の記録は1分15秒。勝てるかな？なんですって。よし、ゴー。どうやって飛び越えるんこれ。あ、自然に飛び越えてくれるんや。ああ。飛び越えてくれ。これは一旦下がらなければいけないのかな。さあ、行けよ。あ、オッケー。うわぁ。ちょい。こっちだよ。違うて。くるくる回りよるだけやって、それ。こっち。ほら、こっち。こっちだよー。あー、違うて、こっち、はい。はい、三つ目。どれ次に飛び越えるやつ？これ？ちょっと待って。どこへ行くの？これ。これを飛び越えるんだ、これを。ちょ、方向が違うよ。エポナー。
え、エポナヤイ。それを飛び越えるんだ、それを。はい、これで4つ目。あ、もう1分半を過ぎた。過ぎたよ。ちょ、障害物。難しい。超絶難しいぞ、これ。違う。ぐるぐる回ってる。確実に目が回る。こっち。あっちだって、あっち。はい。止まれよ。ちょ、待ってね。こっちの方向。もうちょっとこっち。はい。その辺から走って。こっち。あー、それ。それを飛び越えるんだよ。はい。飛び越えれてねえから。しかも次のとこ向かった。これで5個。だいぶ時間が。飛び越えてないって。2個ほど飛ばしたんですけど。ちょ、水の中。頑張って。ちょ、待ってね。はい、バック。はい、バック。飛び越えれない。3分が経過したよ。さあ、行くんだ。障害物放棄ですか。6個ですけど、まだ。おい。ああ、降りてしまった。馬から降りたら失格だ。戻ってくるんだ。なんてことだよ。ぐったぐただな。どうした？そんなことじゃ僕の記録には到底及ばないよ。もう一回やるかい？やめておくよ。馬術の腕を磨いて、また挑戦しに来なよ。ふう、難しい。普通に歩くのすら難しいぜ。くそ。あ、そういえばそうか。あれやな。私この上にある、洞窟にチャレンジしようとしよったんよ、そういえば。馬の扱い難しすぎるんですけど。普通に自分の足で走った方が私いいよ。なんか超なんか落としおらん？うう、落ちる。何の声？虫？虫だかなんだかわかんないけど、すげえ落としてるよ。よし。顔マカの祠。ここでは何があるかな？あ、とりあえずここに登録したら、馬宿にもいつでも来れるってことやね。なるほど。多分、かかりこ村みたいにここも、馬宿自体にはワープできんのやろうなって思うし。そういうとこには多分必ず近くに祠があるってことやんね。了解。ほい、来た。ここは何するんやろ。祠を訪れし者よ。我は顔マカ。女神ハイリアンナに置き試練を与えよう。道をつなぐ者。とりあえずはこの扉を開けたいよね。当たり前やけど。何もできねえ。道をつなぐ者。何をすればいいんでしょう。だってさ、あれじゃない？え？だってさ、何も置いてもくれてないっすけど。何をしたらいいんすか？てかさ、試練とか言われてもさ、その、お題を出してくれないとわかんないんですけど。何をするのこれ。道をつなぐもの。あ、これまたあれ？またあの、磁石で開ければいいってことかな。あ、違う、間違えた。そうじゃなくって。ビタロックじゃないわ。マグネキャッチ。
は、違う。あれ、どれやったっけ？これか。じゃない、投げた。そうじゃなくって。これだ。違う、弓だし、これ。はぁ、壊れた。何をやってんの、私。ほらほらほら。矢を拾って。こっちか。え、これか。あ、これだ、これ。お、すげえ、あ、間違えた。一気に両方とも開いた。なるほどね。ここだけで考えず、今までのところのすべて活用しろと。へえ、びっくりしたー。ちょっと待って。すげえ速さできた。もう、びっくりするでしょう。あ。あ。トゲボコ槍が壊れそう。待って。12。これが一番弱いのね。鉄のハンマー。いや、でもこれあれなんよね。パワーとか別にあれなんやけど、お！ガーディアンランス。小型ガーディアンが装備している槍。構えた時だけ現れる輝く穂先は貫通力が高く、古代シーカー族の技術力の高さがよくわかる。お、シーカー族が作ったんや、これ。へぇー。このハンマーさ、重いんよね。振り回す時にさ、結構な感じでなんか、なんていうの、スピードが遅くなるけんさ。ここの上に上がったのは別に関係なかったんかな。ん？このさ、地面とか上とかに繋がっとるこの模様は別に関係ないんかな。あれ壊せそうじゃない？あ、この、あの岩。うえーびっくりした。今すげえびっくりしたから。カサカサカサって音嫌いね、私。雲とか嫌いやけんさ。超びっくりするわ。しかもなんかちっちゃいやつやったね。あいつはあれなんかな。おう、危ねえ、危ねえ。連続で。多分これ爆弾で壊した方が良かったんじゃないかな。あれ？これ扉やん。え？扉から入ってこいよって感じやけどね。まあ、とりあえずどっちの道具を使ってもこれだってことやんね。お、旅人の弓。旅人が使う護身用の小ぶりな弓。矢があれば離れた敵を攻撃することができる。でも一応これさ、セットしとくのは、間違えた。セットしとくのは弱いのを先にセットして使ってった方がいいよね。ってことで、このボコ弓を装備しておこう。よし、オッケー。まだなんかカサカサカサってくる？こっち曲がったとことかに。あ、おらん。おらんかった。おらんね。てか、この上は、上がれねえのかい。上がれないのかい。この上とかは別に何も関係ないんかな。でもなんか、無意味にこんな台があるような気はせんのやけど。でも、なんも。あ、あそこになんか、宝箱？あ、こどうやって行くんやろ。とりあえず、お、間違えた。普通に間違えた。ボタン操作が。あっこの上に行きたいんやけど、あっこの上に行くには、まず、は、違う、怖い。ここの上に私行きたいんよね。あ、あっちから降りてくればいいのか。なるほどね。え、なるほどね。なるほどね、じゃなくって。これもしや、登れない。ね、上にどうやって行くの、私。え、上にどうやって行くの、私。壊せそうな壁じゃないんだけど、あっこ。なんか他の場所に壊せそうな壁があるとか、そういう、こと、も、なさげだぞ。部屋あっちしかないみたいやしね。どういうこと？間違えたよ、また。とりあえずここの上に登りたいよね。
この上に登りたいけど、あっこの扉を開けてみたらなんか起こったりとかする？とりあえずいろいろやってみようか。違う違う。とりあえず開けてみまーす。あ、なるほど、そういうこと。間違えた間違えた。なるほどね、これを橋代わりに使うわけだ。ほうほうほう。これを橋代わりにこうかけれるってことかな。あー、ちょっと待って。どういう感じだ？こっち向きに。見えづらい、見えづらいね。見えないってば、私。見えづらいって。こういうことか。そこかけれる？もうちょっとなんか、こう。あ、こうか？それかけれてるの？わかんねえ。あ、いけるいける。多分。てことで、これで。あ、てか、こっちに先に渡しとけばよかったんか。くそ、失敗した。じゃあ、ちょっとこっち側から動かせるかな。いや、気づくまでにだいぶ時間かかったな。とりあえず、あれを。あ、遠いのか、これは、もしや。遠いの？これ。くそ、遠いのか。どこまで近づいたらできる？あー、ここでもダメなのね。こっからやったら全然余裕やろ。はい。さあ、とりあえずそれを、まずはこっち側に渡そう。ほい。そしてゴーゴー。こういうことね。よしよし。パラセールで渡っていくんかと思ったよ。違う違う。よいしょ。まさか外せるとは。あれ？切れた切れた。もうちょっと上に。こうだね。もうちょっと。あ、そこかな？イェーイ、いけるー。これで。これは無理か。登れる？いや、登れないよ。これ爆発したらいいんかな？じゃ、とりあえずちょっと爆破させてみよう。リモコン爆弾。はっ。てや。反対向いてしまった。え、崩れてなくない？ほ？ん？崩れてないっすけど。あっこの上のやつ引きずり下ろしてくればいいんかな？あ、違う違う、間違えた。引きずり下ろせるかな？マグネキャッチ。あ、下ろせる下ろせる。はーい。オッケー。中身は？武器？アパール。ハイラルで取れる鉱石の一つ。貝殻のように複雑で美しい光を放つ石で、水の力を宿すと言われる。なるほど。この辺のなんか集めてたら、いいことあったりするんかな。よし。じゃあ、はい。これで多分最後だ。よいしょ。こっちからこっちって別に普通に降りれると思うけど。一応。ああ、落ちたよ、落ちたよ。落ちたよ。よいしょ。はい、持ち上げます。で、これでいいんかな。うん、とりあえずこれで、こっちに使わんといかんけんね。あ、じゃあ今のところは、もう新しい能力みたいなのは別に必要ないっぽいね。ここらクリアしていくのに。とりあえず武器で強化していくぐらいかな。あ、この上とかに。なんもない？宝箱的なものは。なんかあったらいかんけんね。うん、ないね。さあ、たどり着いたよ。どうもどうも。これで証三つ目。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、まごうことなき勇者。
今こそ女神ハイリアンナにおいて克服の証を授けましょう。ありがとう、三つ目。次でまた四つ集まるね。四つずつやろ？あの、ハートの器が増えたりとかするやつ。イエーイ。なんかそれぞれの村とかであるんかな？女神様の像。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの家具があらんことを。よし。そうやね。今までの道具を駆使して頑張っていけばよろしいのね。よし。これでここももう、できた。はい。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。